東京、新宿区の歌舞伎町周辺で路上売春を行う女性が増加しています。警視庁は2023年に入り、春、夏、秋と集中的な取り締まりを行っており、特に9月と10月の2ヶ月間で61人が検挙されました。これは過去5年間の年間逮捕者数23から53人を大きく上回る数です。逮捕されるのは売春を行う女性で、売春する男性が逮捕されることはほとんどありません。とある記事では、エナという女性の体験が紹介されています。彼女は売春防止法違反で逮捕されたが、悪いことをしたとは思っていないと語っています。彼女にとって、売春は生計を立てる手段であり、他に選択肢がないと感じているようです。しかし、逮捕されるリスクや精神的な負担を考慮し、彼女はこの生活をやめようと考えています。このニュースは、社会の矛盾と複雑さを浮き彫りにしています。法律は売春と買春の両方を禁じているにもかかわらず、実際には売る側の女性が逮捕されることが多いのです。また、売春を行う女性たちの背景には、経済的な困窮や他の選択肢の欠如があることを示しています。社会がこれらの問題にどのように対応すべきか、深い考察が求められるでしょう。